リカさん、ちょっと聞いてよ。ん？ああ、レイコさん。こないだ、かなでさん見かけたんだけどさ。ああ、かなでさんね。見かけたって、外で？そうそう、子供と一緒に買い物に行ってたところを見かけたの。そうなんだ。そっかそっか。外出れたみたいでよかった。でね、なんか見ないうちにすっごい太ってて。え？は？なんか顔ももうパンパンにむくんでて、お腹もポコって出ちゃってたのよ。すっごい太っててびっくりしちゃった。あのさ、レイコさん。何？あ、写真見たい？は？写真？え、もしかして撮ったの？うん、思わずびっくりして撮っちゃった。いやごめん、ちょっとドン引きだわ。え、なんで？なんでドン引きされないといけないの？許可もなく勝手に撮るなんてありえないよ。しかもそれを簡単に他人に送ろうとするなんて。だって奏さんと私はママ友だし、イカさんだって仲のいいママ友じゃん。だとしても隠し撮りは良くないことでしょ。そんなこともわからない？別に悪い意味で撮ったわけじゃないからいいじゃん。いやー、でも奏さんが太ったってさっき嘲笑う感じで言ってたよね。それはだっていきなり太ってたから。最近あんまり見かけてなかったし。あのね、奏さんは太ったわけじゃないの。いやいや、太ってんじゃん。妊娠してんの。え？妊娠？そう、顔のむくみだって妊娠によるものだし、出てきたお腹だって大きくなったもの。ああ、あ、そうだったんだ。あはははは。じゃないよ。何言ってんの？レイコさんだって妊娠出産の経験だってあるのに、なんでそんなこと言うんだろうってドン引きした。いやー、でも妊娠したのだってもう昔のことだし、そもそも私妊娠してもあんなに太らなかったもん。妊娠は人それぞれ体の様子は変わってくるし、それはただレイコさんがそうならなかっただけ。私も妊娠した時は顔が丸くなったよ。ね、でもあれは。っていうかレイコさん、人の気持ち考えてから喋りなよ。は？いきなり何？太ったことを冗談で言うのがそんなにダメ？いやー、ダメでしょう。っていうか、それだけのことを言ってるんじゃないから。何？他になんかあるの？レイコさん、嬉しいのはわかるけど、旦那さんが昇進したことをあまり言わない方がいいよ。は？え？なんで？レイコさん、近所のママ友たちに旦那さんが昇進したこと結構言いまくってるよね。当たり前じゃん。だって昇進だよ。給料も上がったんだし、自慢するしか。うちの夫、レイコさんの旦那さんと同じ職場でしょ。会社でうちの夫に話してたらしいよ。なんて言ってたの？俺は目立ちたくないから、周りに言いふらすのはやめてほしいって。旦那さんからも直接言われてるんでしょ。あの人、裏で私のこと愚痴ってたの？ありえないんだけど。普通妻のこと悪く言う？いやー、触れるのはそこじゃないんだけどな。別にいいじゃん、自慢したって。だってすごいことでしょ、昇進は。そうだよ、すごいことだけど、旦那さんはあまり目立ちたくないみたいだから、旦那さんの気持ち理解してあげなよ。何？全部私が悪いってわけ？いやー、全部って言い方はしてないじゃん。してんじゃない。なんでリカさんなんかにそこまで言われないといけないの？私、別にきつい言い方はしてないよ。ただ、人の気持ちを考えてから喋ったらどうなのって。別に考えてるし。考えてたら、かなでさんのことあんな悪く言わないでしょ。かなでさんと仲いいのに。もういいわ。リカさんとただ楽しく LINE したかっただけなのに。かなでさんが太ったとか、楽しくなんてできないから。もういいってば。もう二度とリカさんには LINE しないから。はいはい。私の名前はリカ。36歳の専業主婦で、会社員の夫と小学生の娘の3人暮らし。知り合いのママ、レイコさんの言動を注意すると、レイコさんは逆上してきて。しかし、それから1ヶ月後、かなでさんからある LINE が届いて。リカさん、今ちょっといい？ああ、かなでさん。あ、そうだそうだ。そういえば、予約できたよ。例の焼肉屋さん。は、え、ほんと？うんうん。美味しいお肉食べようね。うんうん。いっぱい食べる。かなでさんの旦那さんだけが食べるなんてずるいもんね。そうだよ。旦那に私も連れてってって言ったら、あの店は高いし社長が払ってくれてるだけだからって。でも案外ランチは夜に比べてお得だったけどね。でしょ。まあでも上の子の面倒を見てくれたり、家事も積極的にやってくれるから助かってるし、文句一つもないんだけどね。いい旦那さんだね。
しかも、次期部長なんだっけ？まあ、そうみたい。うちの夫の取引先だし、夫の会社の社内でも話題になってたみたいだよ。リカさんの旦那さんの会社で？ダメだよ。あの人すぐ調子に乗るから。え？あーっていうかごめんごめん。自分のこと話しちゃった。全然大丈夫だよ。むしろ、予約ありがとう。いやいや、全然。で、かなてさ、何かって連絡してきたんだよね。今度の焼肉と関係ない話になっちゃうんだけど、なんか、最近、レイコさんに付きまとわれてる気がして。え？レイコさんに？なんでかわかんないけど、ママ友と話してる時とか、ヤッホーって言って話に入ってきたり、遠くから見てきたりすることもあって。なーにそれ。あの人そんな気持ち悪いことしてんの？いやー、意外とやるかもしんない。え？意外とやるかもしれないってどういうこと？いやー、実はね、ちょうど1ヶ月前くらいに、レイコさんと喧嘩っぽいことになったんだけど。え？そうなの？大丈夫？もう仲直りした？いやー、ここ最近ずっと LINE 来てないし、仲直りはしてないんだよね。あ、待って。レイコさんからたった今 LINE 来た。え、なんて来たの？来週の金曜日に焼肉行くんでしょ。私も連れて行ってよって。え？はぁ？なんで知ってるんだろう。わかんない。もしかしたら噂で聞いたんじゃない？嘘、聞いちゃったのかな。それで奏さんのそばにいたり、近づいてたりしたんじゃない？もっと焼肉の話聞けるかなって思って。どうしよう、リカさん。ごめん。私前に別のママ友に、つい焼肉が楽しみすぎて話しちゃったのが原因かも。全然いいよ。なんかその感じだと乗り込んできそうだし、レイコさん対策しとくか。ちょっと今から焼肉屋さんに電話するね。ごめんね。リカさん、ありがとう。私がレイコさん対策で焼肉屋にかけた電話が終わると、かなでさんからまた LINE が来ていたのですが、それは驚くべき内容で。そして迎えた金曜日当日。ねえねえ、リカさん。うーわ、出たな、レイコさん。ちょっと聞きたいんだけど、今日かなでさんと焼肉食べる予定だよね。ん？予定だよね？まあいいや。てか、なんでレイコさんがそんなことしてんの？ちょっと噂で聞いてさ。やっぱりそうだったんだ。それで、事前にかなでさんに確認したのに、なんかさっきから LINE しても既読つかないんだよね。ブロックでもされたんじゃないの？まあいいや、今日来るんだし。いやー、レイコさん。実は、私はもう焼肉店に来てまーす。うわー、やっぱり。お肉が口の中でとろける。そりゃそうでしょう。そこ高級店だもん。まあいいや、楽しく食べてれば？食べてればって、リカさんたちも来るでしょ？いや、行かないけど。え？私たち、別の日程にずらしたよ。はぁ？レイコさんが、かなでさんに私も連れてってって LINE したのを聞いて、邪魔されたくないから別の日にずらしたの。嘘でしょ？なんで言ってくれないの？邪魔してくるやつに言うか。しかもレイコさん、かなでさんに前撮った写真を送って、この体型の写真、拡散されたくないよねって、脅したみたいだね。え、もしかしてそれ、かなでさんが言ってた？うん。拡散されたくなかったら私も混ぜて、とか言ってさ。あんた何してんの？てか、その写真拡散して、なんか意味ある？だって、太って見えるから恥ずかしいじゃん。それ、立派な脅しだよ。盗撮でもあるし、犯罪だから。噂でリカさんと焼肉行くこと知って、喧嘩してからなんかムカついてたし、混ざってやろうと思ったのに。でも、今焼肉食べてるんだよね。そうだよ。だって、かなでさんの名前で、7人分の予約してあったんだから。それ、全くの違う予約だね。え？でも、まず私たちが今日行かないことで気づいてよ。それに私たちは、ディナーじゃなくて、ランチの予約だから。それに予約は私の名前だし、人数はかなでさんと2人分。え？じゃあなんでかなでさんの名字で7人分なの？そう、なんでだろうね。あ、もしかしたら。え？何？どういうことか分かったの？実はそこの店、かなでさんの旦那さんが、取引先とかの接待とかで使うお店なんだよね。え？それが？かなでさんの旦那さん、うちらの夫の取引先だよ。は？嘘、そんなの聞いたことない。待って、なんか店の出入り口でスーツの集団がざわついてる。ああ、私、今から食器の洗い物するから。じゃあ、またね。え？リカさん？ちょっと、待って！
翌日。おい、お前何やってんだよ、本当に。ごめんなさい、本当にごめんなさい。取引先がせっかく予約してくださったのに、なんでお前が食べてやがるんだよ。だって、かなでさんの名字だったし、ママ友の7人で食べに行くと思ったから。まず、お前その焼肉に誘われてないんだろ。なのになんでまず行こうと思ったんだよ。誘われてもないのに行くとか、おかしいだろ。だって、リカさんにいろいろ言われて腹が立ったんだもん。かなでさんは妊婦さんだし、お前は本当に。言っとくけどな、今回のお前の行動のせいで、俺は昇進の話がなくなったんだ。え、嘘でしょ。お前が昨日あの店で俺を見た瞬間にあなたなんて言ったせいで俺の嫁ってバレたんだ。だって見つけちゃったから。普通ならこっちが予約するのに、今回は特別に先方がしてくれたんだよ。それなのにお前は。ごめんなさい。でもあんただって今日はあそこの焼肉屋で会食って言えばいいのに。とにかくお前とは離婚だ。え、俺の昇進を周りに言いまくった上、それをお前が台無しにしたんだぞ。とんだ赤っ恥だ。勘弁してよ、離婚だなんて。それと、かなでさんからも聞いたぞ。え、何を？お前が脅した件についてだ。しょうもない脅しちゃがって、写真晒すぞって言ったんだろ。本当に晒すつもりじゃ。んなこと関係ない。言ったのは事実だからな、十分に離婚の要素だ。慰謝料全額ちゃんと払えよ。そんな。その後玲子さんは旦那さんと離婚調停に入った挙句、奏さんからも警察に相談をされて、玲子さんの元に来た警察から事情聴取される羽目に。結局玲子さんは旦那さんと離婚となってしまい、奏さんからも示談金を請求されて、自分の親からお金を借りたり、消費者金融から借りたりして何とか支払えたようですが、両親から根性が腐ってると言われ実家に強制的に帰らされて、現在は35歳のいい大人が両親から毎日説教を食らっているんだとか。一方、玲子さんの元旦那さんは、昇進はなくなったものの、別の視点で課長を任されることになったそうで、もしかしたら会社は、元旦那さんに同情していたのかもしれませんね。そして、かなでさんと私は後日、美味しい焼肉をゆっくり堪能、元気な赤ちゃんを産んでほしいです。聞いたわよ、聞いたわよ。こないだくじでディナー券が当たったんですってね。相当いいところが当たったみたいじゃない？こんばんは。そうなんですよ。当たって私もびっくりしました。スーパーのくじだったんですけど、まさか一等が当たるなんて。一等がディナー券なんてちょっとしょぼいけどね。それでもすごく嬉しいです。普段は行けないようなちょっとお高めのレストランだったので、家族で行くことにしました。どこだっけ？シュラレストランです。そうそう、シュラレストラン。あそこ結構高いって有名だもんね。女子会しようって言ったけど、あそこが高すぎてなしってなったし。そんなこともありましたね。そんなところに行けるなんて羨ましいわ。相当美味しいんでしょ？食べたら感想を聞かせて。もちろんです。行った後に感想を送りますね。ちなみにいつ行くの？来月行く予定ですけど。来月のいつ？時間は何時から？持っていくものは何？どうしてそんなにいろいろ聞くんですか？ひろみさんが行くわけでもないのに。行った後すぐに感想を教えてほしいから。それに何時頃行くのかも知ってた方がいいでしょ。もしいいお店だったら私も後日行きたいから、持っていくものとかは聞いてた方がいいかと思って。なるほど。よくわからないけど分かりました。私たちがご飯を食べに行くのは来月の24日です。ふーん、オッケー。私の名前はチカ。今 LINE をしているのはママ友のひろみさん。私がスーパーのくじで一等を当てたことは、住んでいるのが田舎だということもあり、他のママ友の耳にもすぐに伝わったようでした。当たったレストランは私には敷居が高く、なかなか行けない高級店です。なので家族で行くのをすごく楽しみにしていました。ですが、LINE を送ってきたひろみさんの様子がどうもおかしく、彼女は仮パク常習犯で、他のママ友もみんな迷惑をしていました。なので今回の LINE も、私は少し警戒をしていたのですが。早くレストラン行きたいでしょう。私も早く行きたいわ。そうですね。レストランで思いついたんだけど、今度ママ友で女子会しない？最近なかなかできてなかったし。いいですね、それ。
私もまたみんなと集まっておしゃべりしたいです。ならさ、私たち2人で予定を立てよ。明日家に行ってもいい？明日ですか？明日はちょっと用事があるので難しいです。あっそ、なら明後日。明後日もちょっと、来週の水曜日なんてどうですか？まあそれでいいわ。ならその日にみんなとどこに行くか決めましょう。予算とお店といろいろ決めないとね。はい、場所はどこにしますか？近くのファミレスとかにしましょうか？いや、チカさんの家にしましょう。別にいいでしょ。大丈夫ですけど、家結構遠いですけど大丈夫ですか？わざわざ遠い家じゃなくても近くのファミレスとかでも大丈夫ですよ。いいの、久しぶりにチカさんの家に行きたいし、とりあえず当日家に行くから待ってて。わかりました、よろしくお願いします。そして水曜日、私はひろみさんと話し合い女子会の計画を立てました。ですが後日他のママ友たちには全てひろみさん一人の立案ということになっており、お店の予約やお金の管理、連絡もほとんど私がしていたのですが、ひろみさんは全部私が一人で考えたと言い張り、揉めるのもめんどくさいのでそのままにしておきました。ですがその数日後、また事件が起きたのです。今日シュラレストランに行く日でしょ。レストランにはどんな格好で行くのかしら。行ったところでご飯を食べられないのにね。どんまい。食べられないってどういうことですか？私たちはずっと今日の食事をすごく楽しみにしてたんです。それが食べられないというのは？これなんだ。これって見たらわかるわよね。これはディナー券。なんで私の手元にあるのかしら。これは一体どういうことですか？なんでその券がひろみさんのところにあるんです？チカさんが私にくれたんじゃなかったっけ？この前お家にいた時にお酒飲んでたから酔っ払っちゃったのかな？あの日は一滴も飲んでません。もしかしてその時に盗んだんですか？盗んだだなんて人聞きが悪い。落ちてたから拾ってあげたの。拾ったってそのまま持ち帰ってんじゃないですか。しかもあの日、ディナー券を見たいって言ってましたよね。あまりにもしつこいから見せてあげましたけど、もしかしてその時に盗んだんですね。盗んでないってば。落ちてたの。これは立派な犯罪です。わからない人ね。とりあえず私は今から美味しいディナーをいただくから。ちょっと待ってください。あなたは引っ込んでなさい。あはー、楽しみ。私も娘も旦那も可愛いドレスにスーツで来たの。この店に入っていいのはあなたたちみたいな貧乏人家族じゃないの。私たちのような選ばれた人。だからちょっと待ってくださいって言ってるじゃないですか。待ったらあなたが店に駆けつけるでしょ。そんなことになったら嫌だから私はもう店に入ります。それじゃあね、負け犬さん。だから話を聞いてくださいって言ってるじゃないですか。その件では食べられませんよ。は？その件は偽物ですから。偽物？どうせ嘘でしょ。もう私はシュラレストランに行くから。どうなっても知りませんからね。ちょっとどういうことよ。お店の人に止められたんだけど、どういうことか説明しなさい。だからさっきも言ったじゃないですか、その件は偽物なんです。偽物ってどういうこと？私の姉が来た時に、うちの子がいとこにも一等の券をあげるんだって言ってディナー券のコピーを取ったんです。もしや？そんなことをしたらダメなんだよって説明したら分かってくれたんですけど、本物のディナー券の裏側にはバーコードと有効期限が書いてあります。そっちには何も書いてませんよね。裏は確かに白紙だけど。ひろみさんにディナー券を見せてほしいって言われた時に間違えてそれを見せていたみたいで。そんな、そんな、そんな。なら私たちに券を譲りなさい。食べれるはずのディナーが食べれなくなったんだから責任を取るのは当たり前だよね。今すぐ券を渡しなさい。すみませんがそれは無理です。なんでよ。ディナーは実は昨日だったんです。え？こないだシュラレストランにいつ行くのか聞かれた時にどう考えても嫌な予感がしていたので、私はわざと違う日付を教えてたってわけです。なので私たち家族は昨日美味しいディナーをいただきました。え？はい？意味がわかりますか？その券はもちろん使えませんし、ディナーは昨日食べてしまってるんです。せっかくおしゃれして行ってもらったのに申し訳ないですが、
どうしても食べたかったらお金を払って食べてくださいね。私も旦那も子供も食べられるのを楽しみにしていたのに、そのために今日の朝から何も食べてないのよ。どうしてくれるのよ。そんなこと私に言われても知りません。というか、人のものを勝手に盗んで無料で食べようとするなんて自業自得ってまさにこのことですね。どうすればいいの。子供が店の中で騒ぎ出して、周りの客からは笑われたり冷たい目で見られてる。お店の人からも迷惑だから早く出て行ってくださいって言われて、私たちこんなにおしゃれしてきたのに。どうしても食べたいならさっき言ったみたいにお金を払えばいいんですよ。それか家の近くのファミレスで我慢してください。こんな格好でファミレスなんて行けるわけないじゃない。そんなの知りませんよ。私の家で窃盗を働いたことを警察に通報されたくなかったら、これ以上めんどくさい LINE をしてくるのはやめてもらってもいいですか。警察？シュラレストランはおとなしく諦めてファミレスに行くか、それとも警察署に行くか、そこはひろみさん次第ですよ。はい、近くのファミレスですぐにご飯を食べます。もう文句なんて言いません。それではさようなら。分かってくれればいいんです。これに懲りたら迷惑なことはもうしないでくださいね。はい。その後、ひろみさん家族は近くのファミレスに行ったそうです。ひろみさん家族がドレスにスーツでファミレスに行ったという話はすぐに広まりました。そしてどこからバレたのか、ひろみさんが私のディナー券を盗みレストランに行こうとしたことまで全て明るみになったのです。後から知ったのですが、そのレストランに他のママ友がちょうど居合わせたようで、この一部始終を全部見ていたそうです。ひろみさん夫婦は恥をかいた。もう近くのレストランには食べに行けないと、また私に逆ギレしてきましたが、うちの旦那が激怒。お前たちのしていることがおかしいということに早く気づけ。これ以上ふざけた真似をしたらどうなるかわかるかと、私も初めて見るような顔で怒っていました。それから夫婦はおとなしくなり、そのまま引っ越ししていきました。皆さんもこんな迷惑なママ友にはご注意を。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。